今日は報告があります。この度いい咳払いしてから。この度第3子を授かりました。パチ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 。3子どうですか3人目です。どうですか？どうですか？嬉しいです。今、3歳の男の子と1歳の男の子がいて、2人ともすごい元気いっぱいで、ちょっと3人目生まれたらどうなるか、まだ想像ができてないんですけれども。今何ヶ月ですか？7ヶ月ぐらいになります。もうすぐ。あ、っていうことは6ヶ月です。あと4ヶ月ぐらい。そうだね。で、そう、4ヶ月ないぐらいか。ちょうど最終戦あたりが出産予定日なので、その今シーズンの結果がどうなるだろうっていう、まあ優勝してほしいんですけど。確かに優勝して出産したらね。そう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 、めっちゃ最高じゃん。2023年。なので去年もかなく生まれて優勝したから、ちょっとそういうのもあって、まあいろんなドキドキが重なって精神持ちませんよ頑張りましょう。なんかないですか？何が？3人目。知った時どう思った？嬉しかっただけ？マジみたいに言ってたじゃん嬉しいし。嘘でしょ？本当？って言ってずっと笑ってたよね。なんか謎のハイテンションで、ね、めっちゃずっと笑っててまあ女の子かな男の子なのかなってね。女の子が欲しかったんで、3人目そう思ってたんで、やった妊娠したってなって。男の子でした。え、このタイミングでそう、そう、男の子なんですよ。はい。タイミングが男の子でしたね。またっていうコメントも来るかもしれないんですけど、またなんですよ。渡辺さん兄弟としてやっていきますね。想定外だわ人生で女の子子育てしておままごとをしたり、なんか一緒のお揃いの洋服とか着るのが夢だったんですけど、見事にそれを叶えることができず今のところ。まあ男さんにいるのが楽しいでしょ。とりあえず出産無事に迎えられたらいいなって思ってます。妊娠初期が切迫流産に初めてなって、出血がいっぱい続いてたり、毎日すごい不安な思いとかしてね、不安だったんですけど、こうたくんが支えてくれたりしてくれたんで、なんとか安定期を迎えて今日こういう風に発表する日が来て、とりあえず安心してます。なんかテンションが低いのは駐車場トーン、うん、何いいんじゃない、その長々喋っても別に。長くないよ、5分だよ切るから。報告するって、報告したら終わりでいいじゃん。そんな簡単に終わる？出産よ。だらだら長く見ないでしょ。見ない？あ、報告は、うん、あ、生まれたら生まれたよって、あ、そ、うん、なんかやればいいか、うん、そうね(笑)じゃあさ、30秒ぐらいで終わっちゃうじゃん。いや、そう、最初1分ぐらいでよかったんだよ。なんか無理やりつなげようとして、無理やりなんか、え、だからそれカットしてさ、なんかちゃんと喋ってるみたいにすればいいじゃん。いいんじゃないじゃん。3人めちゃくちゃ熱くなってきたし、ね、それなんだよね。3人の意気込み、最後に3人の意気込み、うん、3人
頑張ります。あと一つ聞きたいことあった。あの妊婦さんに対してどういう対応をパパはしたらいいのかみたいな、そういうことを前回の妊娠で聞かれたことがあって、どういう配慮をしたらいい、奥さん妊娠中どういう配慮をされたいですか。じゃあしたらいいって、どういう配慮をしてる、どういう配慮された時が良かった。やっぱ一人目の時ってかね一人目の時はすごいなんか重たい荷物とか、うん、お持ちよみたいな、高いものとか取るよとか言ってくれて、うん、なんか本当はモテるけど、あ心配してくれてるんだなみたいな愛が伝わったけど、今なんか普通にスーパーの袋もがっつり持って帰るから足りねえなみたいな、うん、じゃあまあ荷物を持ってあげるとかとか何他は、そっちがだから何をしてあげたらいい、喜ぶと思ってやってる、まあ、とりあえず手伝う、うん、まあ、なるべくゆっくりしてもらって、そういう時間大事ですね。はい、ちょっと暑くなってきた、暑くて集中できねえな、できないね、もうじゃあ終わります、出産します。